おじいちゃん、今日は進展があるまで、終われないそうなので頑張ってください。お年寄りの皆さん、元気？秋山寝れませんだと思うよ。はあ、というわけでちょっと最近ブレ始めたと言われるモノマネの修正を図るわし、とりあえずじゃあしらみつぶしに探していこうかな。はあ、ここへ押し流れたんだよなお前。さて、なんかあるかな。役に立ちそうなものはない。はあ、まあね、役にファックスが送られてきた音が。え、なに、どこどこ、ファックス、うぃー、なになに、なに、助けか、なになに、どこどこ、あ、来た来た、これか、どれ、同じ建物の中らしい、ただただしい文字が、Get ready, I'm coming together. 今からぞ、おやじ、やべ、おい、え、すぐ来んの、え、もう来る、え、やばい、ちょっと待って、ここ調べてないんだけど、ちょっと待って、おー、音やんだ。ぬいぐるみ、音が、やばい。ちょっと待って。まだここを調べさせて。懐中電灯。なんだ、アイテム？懐中、アイテムだ。なんだこれ。懐中電灯。えい。なんなんだろう。待って、音が来る。やめて。スモールライト！はぁ！ごめんなさい。ああ、しんど。はぁ！ここ吉田出たんだよな、お前。いませんように。よかった。ここ調べてねえんだよな。ふぅ。役用に立つものはないかしら。はぁ。なかったのね。なかったら、逐一わしにこう、あ、でここはなかったですよって、報告が、あると嬉しいと思うよ。安っぽい机だ。予算がないから、うるせえ、大きなお世話だよ。安っぽい机だって。おま、変わったものは何もない。ここだよな、確かなんか、吉田が変なことやったの。なんかないかな。はぁ、パソコン、ネットも可能なはずだ。ふん。マジで、ニコニコ見ようぜ。ふん。ちょっと最近更新待ってるやつなんだよね。ちょっと見ようぜ。ふん。ニーコニコ動画。ふん。秋山、森の神が、午後2時くらいを。修復、工具が置かれてる。何か役に立つかもしれないわ。ペンチ。ふん。ん？ペンチ。あ、これだよ。え、あ、これか、探して、刀じゃなかった。はっ、オッケー。え、これ、おう、来たぐらい長かった。はあ、むちゃくちゃ探索したわ。あ、もう手汗びっちょり。ちょっと拭かせて。オッケー。あともう一個上あったよな。なんかまだあるかもしんないから探そう。ふぅ、疲れた。うっす。はあ、ここは行き止まりのとこか。行き止まりング。避難用のはしご、逃げようぜ、こっから。本当に緊急の時使えないじゃない。まったくね、なに、え、なに、なんで音楽が、なんで、意味わかんない。鍵じゃ、なんで、出てきてねえじゃん、あいつ。待って、意味わかんない。何、どうしたの、どういうこと、あーちょ、あーなんだよ。あー
んねじゃああそこが多分もうアイテム多分全部あの取り尽くしたから、そしたらじゃあもうあれだ、これで開かなかったらどうしよう、マジでもうどうしようもねえよな正直。開いてくれ、開かない、針金で、これでペンチ使うのかな、ペンチ頼む、聞いてくれ頼む、これであかんかったらわしもこのゲームあの悪いけどギブアップさせてもらいます、頼む。くお、来たー、やったー、やったー、やったー、クリア、クリアか、もうやっとクリアか、ご丁寧に鍵は、あ、鍵、これか、これか、頼む、頼む、開いてくれ、頼む、本当に、お願い、本当にもうゲーム、開いたーやったー、早く車へ、早く、早く、早く、あ、早く、よし、待って、後ろに乗ってねえだろうな、後ろに、後ろに、え、何、クリア、クリア、何これ、クリア、クリア？セーブ！待って、え、まだ続くぞってこと？逃げ切りませんでしたか今。まだ続くんですか？そうですか。そうですか。あの、正直もう終わるかなと思って超ワクワクしてました。はい。一体どうなってんだ？前の事件も解決してないのにまた大量殺人。この目で見たんだもん。やれやれ。先生、あんたがお嬢ちゃんと一緒に夢を見たんじゃないかと言うの。事情聴取、ゴツ。ゴツ、おう、もうしばらくお前には、合ってない感じがあるな。呼び出すことになるだろうからな。あ、分かってるわ、ゴッツ。なんかどうやって言ってんだろうね、このゴッツって時。結構なんかこう、自信満々にガッツって言ってるのかな。はっ、何を言ってるんだ。ヘレン。ヘレン、大丈夫よ、ジェニファー。それよりシザーマンにか、吉田。自分で、いつかは、あんたを信用したいんだ。本当のシザ、うん、本物だった、吉田だった、人間には見えなかった、あるある、あるある、はあ、それじゃあそろそろ行きましょうか、うん、まだ続くの？ちょっと待って、セーブ的何か情報は入ったかしら、入ったかしら、警察署、これセーブできねえのかな、コッツはいないみたいね、はあ、なるほど、エロゲチャート、はあ、オルスウィーク、新聞屋に行く用事はない、じゃあ表示しとくなよ、エロゲだってな、フラグがないところは表示しないんだぞ、エドワードいるかしら、はあ、ノルウェー国際ホテル、はあ、お、ババア、あ、ヘレンさん、シザーマンに、そうなんだよ、マジで。本当に何回殺されたか。クロックタワー事件と同一か分かるように、そうしたらエドワードもいらず、うん。エドワードはどこに？多分図書館に行ってる。あの子あそこが気に入ったみたいで。あとで見に行っておきます。早く帰るに行ってください。はい、了解しました。私に任せてください。で、これセーブできないの？そろそろ。もうきついんだけど、そろそろ精神的にあるはもう、あ、ここがあの惨劇の一部家は取材人、あ、なるほど、図書館行けばいいのかな、サリバン、ミスターサリバン、はっ、なんかだいぶなんかあれだね、綺麗なところだね、よう姉ちゃん、はっ、あのサリバン先生はいらっしゃいますか？
まだ戻ってませんが。そうですか。はあ、終わった。じゃ あとここだけか、行ってないの。どうやら現場検証も終わったようね。は、大学、あ、そうだ、ここだ、惨劇の。はあ、疲れた。セーブできねえよ。あ、ヘレンさん大丈夫なんですか。それよりこの部屋はもう使えるのね。午前中は現場検証で入れ、はあ、ここもな。ペス、マゾってクロックタワー、うん、あ、最初のあれか。バートン教授が持ってたはずだけど、それが、バートン教授がどこかに鑑定を頼むらしく。ここにないの？はっ、それではバートン警察の家でどっか行っちゃってるし、困ったわ。シザーマンに関する。いらねえよ、もう逃げ、この街から逃げようぜ、マジで。吉田様が見てる。はっ、もう持って行った場所は聞いてない。図書館か、リックさんのところ。図書館サリバン、リックって誰？はっ。そう、うん、ごめんね、なんか面白いこと言いたいんだけど、正直疲労感でもそれどころではないというのが正直なところ。はあ、はいはい、はいはいはい、これ図書館行けばいい。ごめん、はあ、私立図書館。はあ、そろそろ時間やばいからセーブしたいんだけどな。よう姉ちゃん、また会ったな。サリバン館長はいらっしゃいますか。うん、戻られておりません。そうですか。はあ、はあ、どうすりゃいいんだ。ちょっとエロゲチャートで、ここにさ、こうキャラクターがさ、こう立ってないとさ、あ、こいつ攻略しないとねって。はあ、警察署なんだこのエロゲチャート。これでもすごい心が休まるね。どうした、何か新しい情報かい。先生、リックっていう人物を知ってる。リック、どこかで聞いたことがあるな。うん、ああ思い出した、バローズ、うん、あ、バーローやし、あ、ワンのところか、クロックタワー、あそこの、バーローが出そうな、あそこがクロックタワーっつうの。10年ほど前にやめた。一度会いに行った事件に、知らないと。そうだよな、10年前の仕事の話したくねえもんな。どのじいさんがどうかしたのかい。マゾを知ってるかもしれないのよ。マゾ、なんでまた。不思議だね。あ、シザーマンの秘密を解く鍵、マゾで殴り殺すみたいな。シザーマンの存在信じてるじゃなくて、わしは襲われたんだって。何度言ったらわかるのと。あれや、はあ、あのね、襲われてるチャートだとね、もうモノマネする。ゴッツに頼む。じゃあ頼む、よろしく。はあ、そう、じゃあお願いするわ。あ、じゃあこれからすぐ行ってくるよ。気をつけて。はん、絶対気をつけてね。はん、セクション中、スタンゴッツ。おい、待て、なるほど、そうだったのですか。はん、何がそうだったの。心当たりがあるなら聞かせてくれ、じゅうさん。やばい、ちょっと、時間やばいんで、ここで一旦切ります。じゃあまた、次回お楽しみにしてください。はい、アデュー、バイバイ。